はい、ご紹介ありがとうございました。産業技術総合研究所の陳勢と申します。実は経歴の中でもう一つ、去年の、8月から、神戸大学の客員教授というのも実はいただいておりまして、それをもしかしたら一番最初に言っておかないといけなかったかもしれません。まあ、なんかいろんなことをやってるんですが、今日は、AI の、規制あるいは責任とか品質とか、なんかそういう、まあ、ちょっと AI の中でも、まあ、ちょっと技術から少し離れてきておりますので、今日は、まあ、こういうことも大事だよねというぐらいで聞いていただければと思います。私の説明の中ではとにかく、数式が一個も出てこないというですね、これが理系の、話かという、まあ、そんな感じになっておりますが、私自身、今ご紹介いただいたようなことをやっておりまして、実は AI バリバリの研究者ではございません。まあ、手術ロボットとかそういうことをやってきて、ただ、行きがかり上やっぱり今研究やってると AI のことを少しぐらいいじっておかないとやっぱり話できないよねという、まあそういうことがあって今こういうことをやっているという具合にご理解いただければと思います。ですね、これ私のまあ恩師の恩師ぐらいにあたる桜井先生という、まあ女子医大で、まあ医工学の草分け的な先生が80年代初めに書かれた漫画、もうこの先生もう本当に多彩で、もう絵も描くし、もう落語も小話もできるというですね、もうそういう方だったんですが、80年代初めですから、まだ手術ロボットというとこんなイメージだったんですね。まあ、注目すべきは内視鏡手術という概念がまだその頃なかったということがこの絵を見るとわかります。ただ私どもがやってるのって本当にこれになんか今の漫画を地に行くような、また別の漫画出てきましたけども、これが、ですね、キルビー・ボスバーグさんといって、現在はハーバードの、MGH の、教授をされている方が、元この方はですね、GE の、技術者、まあ、研究者でいらっしゃいまして、まあ、やっぱりそういうことを、これも90年代初めか80年代おしまいぐらいに、まあ、こんなことを考えてもらえて、でそもそれを地で行く、ことを私ども、90年代半ばからやってまして、99年に、これ、ビデオ自体はこれは2003年に撮ったやつ、2003年 ?2 年かなに撮ったものなんですけど、日本で組み立てたかなりでかいメカを、ボストンまで持ってって、MRI 手術室につけて、といった、まあ、そんなようなことをやってきました。でまあ、ここまでのところでは、まあ、AI のかけらは全然ないわけですが、なんでこういうことをやる AI の話に首を突っ込むようになったか、その後だいぶ時代下りまして、これは2019年の7月に発行されました手術ロボットの安全性規格というのがあります。でこれの私縁があって、これのですね、国際プロジェクトリーダーというのをやらせていただくことになりまして、まあ、こういう企画ができましたと。まあ、めでたしめでたしなんですけど、この委員の中で、そうですね、日本から何名か、それからアメリカから大勢、まあ、そんな具合だったわけですが、アメリカの委員の中に、実は、バーブ・サージカルという会社の方がいらっしゃいました。で、このバーブ・サージカルどういう会社かというと、ジョンソン&ジョンソンと Google の合弁会社ですと言って、2015年ぐらいに設立された会社なんですが、ホームページあります。ただし何をやってるかについては、手術ロボットをやってるらしいということが、イメージ的に書いてあるだけで、中何にも出てこないんです。秘密なんです。ただ、まあ、この、二つの組み合わせということで、ほぼ押して知るべしだよねというところがありまして、まあ、これからついにそういう時代が来るんではないかということで、私どもの、その手術ロボットですとか、そういった分野の研究でも、今は、まあ、AI といいますか、機械学習を使っていかに、高度化するかというところが、次の、
非常に大きなターゲット、まあ、研究もそうですし、まあ、そのすぐ横でもう事業化ですとか開発の話が動いているという、まあ、そういう時代になってきたわけでございます。まあ、そういうわけで私も、AI とかだんだんそういったところに、関係してくるようになってきました。まだ手術ロボットの AI で言いますと、まだまだいろいろと大きな問題が横たわっていて、そもそもデータをどうやって集めるかといったところが、まず、まあ、クエスチョン1になって、立ちふさがっていたわけですが、まあ、その辺の話は今日、最後の方で、ちらっと、させていただければと思っています。で、ここから、本題に入ります。まず、日本国内で、どれぐらいその AI といいますか、機械学習といいますか、まあ今日の話の中では AI という言葉を使ってももうこれ事実上機械学習で、さらにもっと言うと、ディープラーニングあたり、まあものによっては実はベクターサポートマシンもあるんですが、まあほぼ今研究で使っている人は、まあディープラーニングの一派、まあガンとかそういうのを使っている方もいらっしゃいますけど、まあそれがメインになっているという状況ですので、まあそのあたり、ワーディングに関しては、まあ機械学習という言葉を使うこともあるし、もっとアバウトな AI という言葉を使うことがあるかもしれないけど、まあ大体その辺のことは、それぞれほぼ同じ意味で使っているという具合に、お考えください。こんな感じかと思います。アメリカではもう2017年の1月から、に承認されたものが、まあ、AI といいますか、機械学習を使っていたということになっています。ただ、その段階で FDA がそのあたりの事情をどれぐらい理解して、通していたかが若干怪しいところがあるものです。まあ、その後、まあ、2018年ぐらいからアメリカではもう次々とディープラーニングベースのものとかが出てきております。で、日本では遅れることを、まあ、2018年の12月にやっと第1例。まあ、この時のは、ベクターサポートマシンといった具合です。まあ、その後、今承認されているものの中で、これは、まあ、ディープラーニング使ってるよね、というものを、まあ、明確に歌っているもの、それから、まあ、ホームページに行くと、まあ、そういうことが書いてあるものと拾っていくと、だいたい19例ということです。これ、確か数えたのが昨年の11月ぐらいなので、もしかするとこの2ヶ月でまた新しいの出てきてるかもしれないです。まあ、ちょっと面白い中では、昨年の6月に出てきた、その COVID-19 の肺炎の診断機能の、プログラムとか、そんなものも出てきています。6月に承認ですから、これ、じゃあ、いかに急いでデータを集めたんだという、まあ、そのあたりがちょっとびっくりなわけですね。はい。で、まずその第1例のエンドブレイン、これ少し詳しく説明させていただこうかと思います。で、これは、大腸内視鏡で得られた大腸粘膜のポリープの画像、超拡大内視鏡というもの、オリンパスのもう特定の機種をいくつかを指定して、で、その画像を解析して、サポートベクターマシンで、クラスケーションをしていくという、そういうものです。まあ、第1例。ただ、第1例なんですが、その、弁別能といいますか、そういったものに関しては、まあ、当時の専門医の平均的な、識別能力といったものを、まあ、超えているという性能が得られているという話でした。で、この、エンドブレインに関しましては、まず、その、臨床の、昭和大の工藤先生、で、それから、まあ、エンジニアリングでの名古屋大学の森健作先生、まあ、この二人が、まあ、組んで、データ集め、で、それからラベリングを臨床で行い、森先生のところのアルゴリズムで、解析をするという、まあ、学学連携で、その中から、事業化に至ったという、まあそういう例になっています。で、あともう一つの事例を紹介しますと、これは、IDXDR といって、まあ世界初の AI ベースの自律診断と言ってるものですが、
自律診断支援ではなくて自律診断と言ってるものです。2018年4月に FDA 認可されています。で、これは、支援ではないということで、自動診断化という話で、ネットでも少し注目されて、そういう時代が来たということで、宣伝じゃない、なんていうのかな、報道されていたものです。これ、ただし、厳密な意味で自動診断ではないんです。これは、アメリカのかかりつけ医、PCP が、用いることを想定しておりまして、ですからドクターがちゃんと見るんですね。ただこの PCP という方は、眼科の専門のお医者さんではないのが普通ですので、この PCP の方が、眼底画像を、見る。で、それで通常だと専門の先生のところに行ってくださいとしか言えないんだけど、この、トプコンの、特定の機種の、とこのプログラム組み合わせによりまして、専門医の診断にさらに行くべきか、あるいは再検査を受けに来ていただければいいですということの、そのうちのいずれかというアウトプットを出してくれるプログラムです。ですから、これ自律診断と言いつつ、ちゃんとドクターのところで使う。で、かつ、PCP のドクターの仕事も奪わないし、専門家の、ところにいきなり大勢の患者さんが、押し寄せるということにもならないしという、皆さんウィンウィンの関係が築ける、そういうものでした。こういうものが出てますという事例を今2つ紹介したわけですが、じゃあマシンラーニングを使った医療機器あるいは医療システムって今どんな段階かというと、まだまだ赤ちゃんの段階と言ってもいいんじゃないかなと思います。マシンラーニングを分類機として利用すると言ってもいろんな状況が考えられまして、例えば、既存の医療行為との類似性、ドクターが今までやってきたことを、マシンラーニングが補助するとか、そういったものなのか、それとも今までドクターが全然目つけてなかった情報から、こんなことがわかるんですというそういうものなのかという、そういう一つの分類軸、あるいは既存の医療機器の類似性という点で言うと、今まで紹介してきた放射線画像あるいはその画像診断の、CAD、コンピューターエイデッドダイアグノーシス、画像診断支援装置というのはどっちもありありなんですね。今までドクターがやってきたことであり、かつそれを機械学習がない CAD というのもたくさんありましたから、その意味で言うと、今まであったものの中でアルゴリズムが静かにマシンラーニングに置き換わってきたというもの。ただこれからそうじゃないものがどんどん増えてくると思います。例えばで言いますと、病理診断を やる CAD というのは今まで、なかったんです。ただ、行為としてはお医者さんやってました。あるいは、これはアイリスという会社がやってるんですけど、インフルエンザ の診断というのは今、検査キットでやるわけですが、それ、大体、経験のあるドクターであれば、喉はあーとやる、ですね、喉の奥を見ることによって、露呈というものがあるかどうかで、大体分かりますと。じゃあ、その大体分かりますと言ってるのを、CAD にしてみたという、そういうものの開発が進んでいます。こういうふうに既存の医療行為と類似性あるけど今までそういう医療機器なかったというものに関して、これから出てくるでしょう。さらに今まで既存の、そのデータの組み合わせでドクターはそんなことまで考えてなかったよという例で言うと、例えばスマートウォッチによるAF の予知というのは、先週ぐらいから日本でも使えるようになったってありましたけども、そういったものですとか、あるいは、パンデミックの様子が、SNS でいろんな話が上がってきてるのを見ると大体わかるといった、そういう研究もあります。この講座で確か、奈良の、荒牧先生が話をされたんじゃないかと思うんですが、こういう既存の医療機器、あるいは既存の医療行為との類似性が少ないものっていうのは、大抵ですね、審査のところに持ってったときに、これどうする、そもそもこれ医療機器として認可していいんかということで、揉めることが予想されるわけですので、そういったものをいかにして受け入れていくかっていうのは、これからの、
まあ、社会のチャレンジではないかなと考えます。と、まあ、大体、いろんな話、事例を話してきて、今のマシンラーニングを使った医療システムというのはどんな状況かといったようなお話をした上で、今日の本題であるところの、規制ですとか、あるいはそういう制度のに関して、まあ、これからどんなことが待ち受けているか、で、我々どういうことを考えていくべきかということについて、話を進めていきたいと思います。やっと本題です。で、大体、この丸でいうところの、これ6つ丸を書きましたけども、今日は一番左側の技術的な課題については、扱いません。それよりかは、薬事、品質の管理。で、まあ、その中で特に、まあ、日本で今、クローズアップしている市販後学習、性能変化。で、それから、まあ、AI というと、まあ、自動運転でも、何かと話題になる責任の所在の話。で、さらに、我々どうしても避けて通れないデータの扱い、個人情報保護、プライバシーの話と、データですとか、モデルといったものの所有権といった話について言及していきたいと思います。はい。で、まず、最初の、まあ、薬事ですとか、そういったことに関して言いますと、とりあえずそういうことに関して困った時に見てくださいということで紹介しているのが、評価指標開発ガイドラインというのがございます。これも私少し噛んでるところがありますので、少し詳しく説明させていただこうかと思います。これ AI CAD、まあ、CAD と書いてありますけども、何も CAD だけに限定されるエッセンスではない。まあ、いろんな他の医療機器にで、AI が関係してくるものに、展開可能な内容となっています。二つあるのはなぜかと言いますと、厚生労働省と経済産業省がそれぞれ作っているからという、なんだ、縦割りじゃないかということなんですが、まあ、今まではバラバラでやっていた、まあ、その二つが、これを見ていただくと分かるんですが、まあ、お互いにそれぞれ得意なところを、分担し合っているという、そういう関係になっています。評価指標というのは、厚生労働省が通知として発出しております。AI CAD の有効性と安全性を評価するときの問題点などについて、あるいはどういう、点について審査するかということを書かれているので、まあ、想定読者は、まず PMDA の審査官なんですが、当然これを読むと審査官がどこに山を張るかということがわかるわけですので、製造販売業者の皆さんにとってもこれはとても大事な文書ということになります。で、もう一つ、開発ガイドラインというのは何かというと、これは開発の段階の時にそれを読んでおくと後で困らないですよという、そういう性質の、ガイダンス文書です。で、この AI CAD 開発ガイドラインでは特に、左に書いてある評価指標がありますと。で、評価指標で言ってることを実際に、医療機器のプログラム、ソフトウェア開発プロセスの、流れ、もっと具体的に言うと JISP2304 という規格があります。IEC の、62304という規格なんですが、その企画、プロセス企画に対して、評価指標を実装するとどういう具合に考えられるかといったことを書いている、まあ、そういうガイダンス文書です。であとは、まあ、代表的な、試験方法ですか、そういったものも、書かれています。想定読者としては、まあ、CAD を開発する方、市販後学習をさせる方、開発する方っていうのは、まあ、通常は企業の人なわけですが、後でちょろっと申し上げますが、実は、AI は、今までの承認事例等を見てても、かなりのものが、ドクター発といいますか、まあ、アカデミア発のものが多い。やっぱデータへのアクセスを持っている人が、まず最初に始めることが多いですので、ここでいう開発する方っていうのは、これ必ずしもメーカー、あるいはその、スタートアップですとか、まあそういった方には限られないんじゃないかな、ドクターももしかして自分で作りたいんじゃないかなということも考えて書いております。
で、この中でまず最初に、まあ、注目したこと、まあ、データです。で、やっぱり AI の中では、まあ、データというのは、AI にとってはオイルであると。これがないと話が始まらないというわけでして、まあ、薬事の用語で言うと、これって原材料に相当するんじゃないかということになります。で、じゃあそのデータに何を求めるかということに関して、まず評価指標の中では、まず学習に使うデータと、その他、まあ、評価に使うデータと分けましょうと。で、まあ、学習に使うデータの中でも、AI の中でバリエーションデータというものがあって、で、これ、バリエーションという言葉が、医療機器の薬事業界で使っている言葉と、AI 業界で使っているバリエーション、全然意味が違うので、ちょっと紛らわしいんですが、ここでいうバリエーションデータというのは、ハイパーパラメータの調整ですか、そういったものをのための、データという具合にお考えください。まあ、これは、ある種、まあ、開発、学習のプロセスの中で、使うデータということになります。で、一方、テストデータというのは、これは性能評価のために使うデータですので、まず原則として、テストデータを学習に使ってはいけないということを、これはまあ AI 入ってくる前からそうなんです。まあ、理由は明白で、それやったらカンニングでしょうということで、テストデータを学習に使ってはいけない。開発の時にそれをチラ見して、うまい性、いい性能を出すようにチューニングするというのはいけませんということになります。ただし、今、一般に使われている、ディープラーニングのアルゴリズムというのは、データを一回入力すると、それ、学習してしまうんですね。それも学習のプロセスの中に入って、要するに状態変化してしまいますので、完全な意味で、テストデータを学習プロセスから切り離すっていうのは、そんなに簡単ではないです。ただ、特に、まあ、危険のデータとかを学習してしまうと、こう、完全にカンニングになってしまいますので、まあ、テストデータと、それ以外の学習データというのを、開発プロセスの中で、どうにかして、切り離して管理してください。ということを、評価指標の中では、言っています。